五段の最新。マット、ハーフマットのホワイトというか、ピエゾのついたブリッジで、出力が2つありまして、今のところが、マグネットとピックアップ両方ですね。で、これ、こっちを挿すと、こっちがエレキで、こっちがアコースティックだけっていう出力ができます。今、ここか。エレキですね。エレキとか、マグネットだけです。センターのフロントも。これトーンですね。トーン。で、フロントいってみましょうか。P だけですね。で、これが。でこっちが、あ、これが直列ですね、今。シリーズなので、まあ、どこかこう言ってるんですかね。ハンバッカー。で、これがパラですね。ちょっと弱くなる。一般的なやつですね。で、こっちがリアです。4ポジションあります。1、フロント、シリーズ、パラ、リア。ここリアです。セクションですね。上がボリュームです。これピエロだけですね。ピエロだけです。こっちはなしですね。はい、でピエロの音でボリューム、トレブル、上からいきますね。ボリュームのトレブル。トレブル。
で、これが、今ミックス、こっちはミックスモードですので、普通にピエゾの音にマグネットをプラス。です。